樹齢1400年日本一の将軍好きに驚く磐越西線。会津藩主別邸の静寂に心静まる磐越西線。猪苗代の落葉の湖に野鳥が浮かぶ磐越西線。磐越西線第2章は紅葉が最高潮の裏磐梯、五色沼と桧原湖を巡ります。会津若松では会津鶴ヶ城とその紅葉の美しい茶室お薬園をご紹介します。ぜひお楽しみください。猪苗代駅です。今回の「鉄旅」はまずこの猪苗代駅からバスで磐梯山の北側裏磐梯の湖沼地帯を巡ってみたいと思います。猪苗代駅前の観光案内地図です。裏磐梯五色沼まではここからバスで20分ぐらいのところにあります。裏磐梯高原駅バス停です。桧原湖に面し五色沼の湖沼群の散策路もここから入ることができるんです。はい、それでは裏磐梯五色沼桧原湖の紅葉の方をご紹介してまいりましょう。裏磐梯の景観は1888年磐梯山の水蒸気爆発により形成されました。噴火により川がせき止められてできた湖沼群が300以上点在しています。猪苗代駅を出発する磐越西線、磐梯山麓から会津盆地に向けて下りの坂道を下っていきます。急激な下り坂、下ってヘアピンカーブ、つづら折りの坂道を下って曲がったところに信号場が見えてきます。ここが更科信号場です。構内自体はほぼ直線で見通しがよく、正面に雄大な磐梯山が見えています。単線路線ですので、ここ信号場で列車交換が行われます。ここは磐梯山を背に走る鉄道が撮影できるポイントでもあるんです。はい、それでは次のパートでは磐梯町駅から会津若松への行程をご紹介してまいりたいと思います。磐梯町駅ではこのご覧のあの列車に偶然出会ってしまったんです。ヘアピンカーブが終わると磐梯町駅に到着します。磐梯町駅東口には春になると一面の芝桜が美しいんです。この磐梯町駅で思いがけない列車に私は驚きます。それがこの敷島です。臨時列車ですから当然時刻表にもありません。敷島は走るスイートルーム、敷島は1泊30万円の寝台列車、洗練された車体のデザイン、そしてゆったりとした時間を過ごせる客室、素晴らしい列車ですよね。磐越西線が敷島のルートに選ばれているということが私はとても重要だと思うんです。それだけこの沿線が非常に魅力があるということを指し示していると思うんです。東長原と広田駅を通過し会津若松駅に到着しました。磐越西線は会津若松でスイッチバックし、進行方向が逆になります。会津若松駅は会津地方の中心都市、会津若松市の代表駅です。そして磐越西線の中央各駅なんです。はい、それでは幕末動乱の舞台、会津若松の方をご紹介してまいりたいと思います。会津の10の掟、ならぬことはならぬものです。この会津魂が町の至る所に溢れています。歴史と文化、そして伝統が息づく町の玄関口、会津若松駅です。この駅は東北の駅100選にも指定されています。その会津若松のランドマークがこの会津鶴ヶ城、蒲生氏郷、右次景勝、星名正幸といった名将の居城だった名城です。幕末戊辰戦争の激戦地、 NHK の大河ドラマ「八重の桜」の舞台でもありました。ならぬことはならぬものですを貫き通した会津の魂の象徴です。五重赤瓦の天守、野面積みの石垣、天守閣は明治7年までに全て取り壊されてしまいました。しかし昭和40年に再建されています。南走長屋とそれにつながる越井櫓、黒金門です。天守閣の真下にあり、鶴ヶ城の本丸に通じる正面玄関です。戊辰戦争では松平片森公がここの2階で指揮を執っていました。それでは鶴ヶ城の周囲で何か会津若松の美味しいものを探しに行ってみたいと思います。会津といえばソースカツ丼、美味しいと評判の高いとん亭さんに行ってみましょう。これが会津のソースカツ丼です。ご飯の上にキャベツを敷き、その上にとんかつをのせ、甘い照り焼き風のウスターソースをかけたソースカツ丼、美味しいです。そして美食家の舌も満足の会津が誇る馬肉。プロレス工業に来た力道山が持参したタレを取り出して生で馬肉を食べたのが始まりと言われています。会津はそばも美味しいんです。会津の香りという福島県産ブランドのそば粉も作られているんです。食材花咲の手打ち10割のそばランチです。自家製の無農薬野菜を使ったサラダも美味しかったです。はい、それでは最後のパートではお薬園と茶室輪郭の方をご紹介してまいりたいと思います。紅葉の美しい会津の日本庭園、ぜひお楽しみください。それでは磐越再生の第2章はこの辺りで締めたいと思います。次回第3章は喜多方から西会津奥阿賀をご紹介いたします。ご視聴どうもありがとうございました。並びにチャンネル登録へのご協力何卒お願い申し上げます。